タオルあんなタオルやるだけで伝説なんてありえんだろう <laughs> まあそれほどと梅原特別視してんだなみんな俺は結構天の丈なんでねあった みんな、ね、梅原を特別視してますよねなんかでも俺はあえて何かそういうふうに見たくないっていう部分,部分はあるよね昨日はスパー相手してたしてないよ。 こんにちは。孫さん、おすすめされたアニメ、なんか見たああ、見たね。見た。なんだっけかなサニーボーイ。サニーボーイ見た。何見たっけななんか、どれも、なんか、どれも普通だったな。あ,あと、なんだっけジョーカーゲーム。も見た。 まあ普通普通でしたでもさまあサニーボーイなんかはまあ好きな人は好きだろうなっていうね感じは梅ちゃんが勝つとみんなが勝手に感動ストーリー作るからすごいよねいやすごいよねマジで ね本当にみんな感動ストーリー作ってるよね <laughs> なんかその渦に巻き込まれたくないっていう感じがちょっとしちゃうんだよないや俺はだからそんなんだからなんかその梅原に頼る業界にすんのはちょっとやめようって俺は思ってんの <laughs> 結局梅原が勝たないとハッピーエンドじゃねえのかよっていうね嫌だよそんなっていうちょっと甘の弱な思考が働いてる俺はねえもう40歳ですよ じゃあ俺が新世代としてね、えー、カプコンカップ優勝して、えー、新たな伝説になりますかそう孫さんのダークソロに頼る業界にしていこう <laughs> なんかさ藤村が配信出てたんだけど俺のダークソロド下手くそらしいねド下手くそらしいじゃん スタンプで。スタンプで。いや。ど下手くそではないよ。下手くそだよ。え。でもなんか。まあ、でも。 なんか数あるその、分かんないけど数あるダークソウルっていうかそのソウル系の配信ではやっぱ面白い方らしいね <laughs> うまさを求めてるやつおる 上手さ別に売りにしてないからなまあうまいんだけど俺はまあ数の子とか藤村はね、まあ、残念よねうーん残念よね淡々と進めちゃうもんなあいつらはな自分らが楽しめばそれでいいって思っちゃってんのねあいつらは本当にどうしようもない あいつは濁は何かって分かって。いやでもさ、まあそれは置い,置いといて、3人目が梅原かーってちょっとね。いやでも梅原対川野は普通に面白かった。試合内容、マジで面白かった。藤村も相当面白かったな。いやー、いや、あのね、いいんだけど、お前、優越配信に誘いにくいじゃねえかよと思って。<laughs> うそんだけ誘いにくいわっつって <laughs> マジか一番誘いにくいやつ来ちゃったなーと思ってまあでも梅原誘うか誘うか カズの,子のダクソはアドだらけでコメ欄がきついえー、そこ統制できてないんだあいつなるほどね優越配信3人いやーまあ梅原と樋口全然喋ると思うよ さところ異常なんだ人増えても全然統制取れてんもんね1000人ぐらいになった時も誰もネタバレしない時びっくりしたわしないんだないやー難しいねどうしようかないやまあでもや一応誘うわ誘うわ誘いたい、うん、一応やってみたいね まあ懲罰貿易があるからねうちの配信はねデモンズでゴッドハンド行った時誰も止めなかったいやさすがにだろあれさすがになんだけどゴッドハンド弱すぎてびっくりしたんだけどあれマジ弱かったなあ孫さん統制取れてるシュートは恐怖政治まあそうだね確かに ドキ入れととないと朝、マチャ配信したけど結構減らってたうーん、まあ、しょうがないかな、そういうのもあるよ、俺も減らってたもん。<laughs> 時々、キチパニー 2, 2連発、まあ、しょうがないっちゃしょうがないけどね、強いからな、まず、プゲ持ちで、もち,ちさん、お疲れって言ったら、あのプゲラが吹っ飛ばされて。 えって感じだった。今までありえない組み合わせ、今までありえないことが2回起こったんだけど、ガチ君とプケラ。え <laughs> えマ <laughs> 真央さんの、えー、梅ちゃん予想、優勝予想に梅信者がビビってたね。いや、多分ね、あれ、梅原が負けてたら、俺、多分本当に怒られてたと思う、俺。本当に怒られてたと思う、あの梅信者たちに。 マジでキレられてた可能性ある <laughs> あれ怖かったなマジでキレられてたんじゃねえかなって思う,思うぐらい <laughs> そんな優勝予想しただけやんつって <laughs> 佐古さんはそれで吹っ飛んだ